ジャクソンホール空港はアメリカ・ワイオミング州テトン・郡ジャクソンの北約11キロメートルに位置する空港である。2015年には313,151人の乗客を取り扱ったワイオミング州で最も混雑した空港であった。ピークシーズンにはニューヨーク JFK、シカゴ、オヘア、ロサンゼルス国際空港など米国の13の空港から ジャクソンホールの直行便がある。繁忙期以外の航空会社の便は、ソルトレイクシティ、デンバー、ダラス、フォートアースのハブに限定される。空港には、アメリカンイーグル、デルタコネクション、ユナイテッドエクスプレスが通年で運行している。季節により、アメリカン航空、デルタ航空、フロンティア航空、ユナイテッド航空が運行している。ジャクソンホール空港は、 グランドティトン国立公園内にあるが、国立公園内にあるアメリカで唯一の商業空港である。空港はテトン軍に空港を置くのに最適な場所として1930年代に造成された。空港がある場所は1943年に国定公園として宣言され、1950年にグランドティトン国立公園と合併した。 滑走路は1959年に現在の長さに延長された。1960年代及び1970年代には8000フィートジェット機を許可することを検討したが、国立公園局はこれに反対した。1970年代後半、ジェット機が既存の滑走路の使用を開始した。この地域は騒音に敏感であり、空港では ステージ3よりも大きなジェットを使用できない。空港は希少な鳥である。政治内庁にとって人気の繁殖地にある。以前にジャクソンホールに就航していたた、航空会社には、ホライゾン航空、ウェスタイ航空、コンチネンタル航空、ビッグスカイ航空、ノースウエスト航空が含まれる。またサウスウエスト航空は、1985年から1986年の 当期に空港に運航した。ジャクソンホール空港のランプジャクソンホール空港は533エーカーの敷地に一つのアスファルト舗装の滑走路119は 6300X150 フィートを持つ。ジャクソンホール空港は騒音に敏感で通気エンジンを搭載したより古くて騒音の大きな航空機の就航を禁止している。 空港にはかつて開拓者の丸太小屋に似た珍しいターミナルがあった。ターミナルは2009年から2014年の間に完全に再構築された。ゲンスラーによって設計された新しいターミナルは露出した木材、暖炉、自然の写真が至るところにあり、国立公園のユニークな環境と今でも調和している。公園はターミナルビルの高さを18フィートに制限していた。 その設計は2014年に米国建築家協会の栄誉賞を受賞した。空港には現在9つの搭乗口と3つの手荷物受け取りターンテーブルがある。ジャクソンホール空港にはボーディングブリッジの設備がない。また空港ターミナルには3つのカフェと2つのギフトショップがある。ジャクソンホール空港は運輸保安局のスクリーニングパートナーシッププログラムの 契約の下でプライベートスクリーナーを使用する16の空港の一つです。セキュリティスタッフは TSA ではなくジャクソンホール空港委員会によって雇用されている。定期便に見られる最大の航空機はユナイテッド航空とデルタ航空が運航するボーイング757から200である。通常見られる他の航空機にはエアバス A319 及び A320。 ボーイング737から700、エンブライル175、およびボンバルディア CRJ-700 などが見られる。ジャクソンホール空港は標高が高く滑走路が短いため、エアバス A321 やボーイング737から 900ER などのストレッチされたタイプの航空機は通常運用されない。12月末を区切りとした2017年度には、 空港は28,989機の航空機を運航しており、1日平均79回だった。その内訳は、ゼネラルアビエーションが45%、航空タクシーが28%、その他の航空会社運航便が26%、軍用1%の割合である。当時の21機の航空機が東空港を拠点としていた。その内訳は、 単発機17機、総発機2機、ジェット機2機である。ありがとうございます。